MLB、ドジャース9、0メッツ、日本時間14日、ロサンゼルス。ドジャースは13日、日本時間14日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に9対0で快勝。4年ぶりワールドシリーズ進出へ好スタートを切った。エンリケ・ヘルナンデス内野手はチームの補強策を絶賛。正しい戦力を加え続けているように見える。 などと絶賛している。米全国紙、USA トゥデ y のボブ・ナイチンゲール記者が伝えた。大谷翔平が、何て素敵なの、米感動、メッツ戦で生まれた奇跡の瞬間。ドジャースは昨オフに大谷翔平投手、山本由信投手、タイラー・グラスノー投手、テオスカー・ヘルナンデス・ガイアシュラを補強。トレード期限前にはジャック・フラハティ投手、 トミー・エドマンナヤシュ、ケビン・キアマイヤーガイヤシュらを獲得した。シーズン終盤には故障者が続出したが、ナリーグ西地区を制し、パドレスとの地区シリーズは1勝2敗から2連勝で勝ち切った。記事は、ドジャースは彼らが最高のチームだと常に思っていた。しかし、年月を重ねる中で嫌というほど学んできた。最高のチームが必ずしも勝つわけではないということを、 才能やお金よりも必要なものが時にはあるのだ、として、イーヘルナンデスのコメントを紹介した。2015年から2020年にドジャースでプレーし、昨年途中にトレードで復帰した33歳は、見栄えがどうであれ、どんな犠牲を払っても勝ちたいと思っている選手ばかりなんだ。今年の話だけど、FA であれトレードであれウェーバーであれ、僕らは正しい戦力を加え続けているように思えるんだ。 この球団は単に完全なチームというだけでなく、年間162試合を戦っても耐えるために必要な性質を備えている球団なのさ、と語った。2020年のワールドシリーズ制覇を知る男が、今季の強さの一発を明かした。地区シリーズでは崖っぷちに追い詰められてから投手陣は奮闘。第4、第5戦はいずれも完封リレーだった。ロバーツ監督は、 シリーズの MVP の話をするとなると、それは我々の救援ン,ンだ。明らかにね、と語った。チームは地区シリーズ第3戦の3回から、リーグ優勝決定シリーズ第1戦まで33イニング連続無失点と、進撃を継続している。大谷は地区シリーズで20打数4安打1本塁打、13進。決して本調子ではなかった。ムーキーベッツ内野手は、 だから26人がいるんだ。一人の選手で僕らが成り立つわけじゃない。チーム全体で戦うんだ、と語ったという。苦境で底力を発揮するドジャース。4年ぶりワールドシリーズ制覇へ、着実に法を進めている。